アントニオ・ラティンは、アルゼンチン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。1950年代から1960年代に、かけて所属クラブのボカジュニアーズやアルゼンチン代表の中心選手として活躍したが、1966、FIFA ワールドカップ準々決勝のイングランド代表戦において退場処分を受け、 メディアから、ワールドカップ史上最も有名な男と評された。ブエノスアイレス州ティグレで生まれる。1955年、ボカジュニアーズの下部組織に入団すると、1年後の1956年に19歳で、トップチームに昇格し、同年9月9日に行われた CA、リーベルプレート戦でデビューをし、それ以来、14年間にわたって、ボカに在籍し、 シルビオ・マルソリーニやアンヘル・クレメンテロ・ハスラと共に温度のリーグ優勝に貢献、公式戦、通算382試合に出場し28得点を記録した。1970年7月27日に行われた CA バンフィエルド戦を最後に正式に引退し、12月10日に引退試合が行われた。 1966FIFA ワールドカップ準々決勝のイングランド代表戦で退場処分を受けるラティン。アルゼンチン代表としては1959年に行われたチリ代表戦でデビュー。その後、1962年にチリで開催された 1962FIFA ワールドカップ。1964年にブラジルで開催されたタッサ、ラスナソンイス優勝。 1966年にイングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップでは首相として準々決勝進出。1967年にウルグアイで開催された南米選手権1967では準優勝に貢献するなど国際 A マッチ34試合に出場し得点を記録した。ラティンの経歴を紹介する際に欠かすことのできない。 試合は 1966FIFA ワールドカップ準々決勝のイングランド代表戦である。この試合は主審を務めたルドルフ・クライトラインが試合をコントロールできずに荒れた展開となり、判定に異議を唱えたラティンが35分に非審士的行為という理由により退場処分を受けた。一方、ラティンやアルゼンチン首脳陣はこの判定に納得せず十分間にわたって、 抗議を続け、一時は試合をボイコットする構えを見せたが、審判委員長のケンアストンの仲裁により事態は収束した。この後、国際サッカー連盟から資格処分を受けたものの、すぐに解除されたが、ラティンは正しくない判定により私は、すっかり有名人になったと心境を語った。一方の当事者である主審のクライトラインは、 スペイン語で何を語っているのか分からず、誤解をしたと弁明したとも、言葉は分からずともラティンの表情を見れば十分だったと、語ったとも言われる。引退後は、古巣のボカの広報として、クラブの PR に勤め、1970年代中盤から1980年代初頭に、かけては、サッカー指導者として ANA s t u ディアン t e ヒムナシア、古巣のボカを指揮した。 1978年には、シェフィールドユナイテッド FC のスカウトを務めアレハンドロ、サベーラの獲得につなげた。選手としては主に、センターハーフとしてプレーしたが、攻守両面にオールラウンドな能力を持ち、中盤を幅広く動きチームを牽引した。攻撃面の能力を活かすため WM フォーメーションのインナーを務めたことや、 中盤をラティンに任せ4から1から5フォーメーションを採用したこともあった。こうしたプレースタイルからイングランドのサッカー指導者のジョー・マーサーはラティンを偉大なフットボーラーと評し1966年のイングランド代表戦においてラティンが退場処分を受け批判を受けた後も評価を変えることがなかったという父親が 電気会社を経営していたことから、少年時代から仕事を手伝っており、プロデビュー時には、仕事中の怪我のため包帯をつけて、プレーをしていた。また、現役時代には、副業として、同僚のシルビオマルソリーニラと建築会社を経営したほか、不動産業など実業家としても活動していた。ありがとうございます。